ジャン君、ジャン君、今日はいい天気なので日向ぼっこしているジャン君です。そしてポンちゃん、あらポンちゃんはここにいたんですけれども移動しちゃいました。はい、ジャン君。今日はですね、この柵に関して、ここの隙間がまだちょっと気になるので、の間をちょっと埋めてみようと思います。あ、ちょっと今ずれたな。大丈夫かな。あれ、あ、そうか、そうか、こんな感じですね。これを、100均で買ってきたものですけれども、これをあてがっています。ここを少しかさ増しですね、してみました。さあ、これは何でしょう。見えるかな。これをですね、ここに通します。落ちちゃった。こうですね。はい、ちょっとあまり美しくないかな。こんな感じですね。まあ、もうちょっとなんとかするとして、ここがこのように止まっていればよしとします。ちょっとなんとなく変な感じですが、もう少し微調整をしてですね、ここが外れない感じに。あ、外れたダメじゃん。頑張ります。とにかく頑張ります。もうちょっと大きい方が良かったかな。ね、ここの隙間を埋めればいいんだね。もうちょっと下にずらそうか。これも後ほど、やることにしますよ。カチッと、はい、取るとき取りやすいかどうかな。あ、いけるか。はい、一旦ここを出られるようにしようか。じゃあ、あ、人が全員来てからの方がいいか。今お昼でこれから、生放送を始めるところですけれども、ジャン君ポンちゃんはお休み中。その間にですね、危険防止策、昨日生放送で、猫の危険防止策という名称にしようということになりました。逃走防止用策みたいなことを呼ぶことが多いんですけど、この子たちは別に逃走しようという気持ちはなくてですね、という、まあ、話から危険防止策、まあ、あの赤ちゃんなんかの危険防止策と、まあ、近いということで、猫の危険防止策というものを完成しました。一応の、まあ、見た目もう一つなんですけれども、これから徐々にまた、ブラッシュアップするという形でやっていきます。なので生放送中に、廊下までは、階段の上までですね、出られるようにしてみようかなと思っています。その時はまた撮れるかな。あんちゃんくん、ちょっと行くと、はい、大丈夫ですね。ここ問題ないですね。ただ今掃除機を出しっぱなしにしてました。ポンちゃん、
これはね、柵のね、設計図だよ。今日はじゃあここまで。ジャン君、はいはい、ジャン君、ジャン君。今日は窓際のところでですね、折り鶴蘭を置いていましたが、ひょっとすると猫の健康に悪いかもしれない。まあ、あの猫によって違うんではないかという話がありまして、まあ。外が、映り込んでしまうのを、防ぐためということなんですけどね。その代わり、折り鶴蘭の代わり、あれは成果ですけれどもね、こちらは造花を、購入してきました。本当のことを言うと、すごく出来のいい造花を知ってしまっているので、こちらのカインズホームのまあ中級ぐらいですかねの、この植物増加はもうちょっと頑張ってほしいというふうな思いはあるんですけれども、今のところこれがいいかなという感じですね。明日の日中にでもちょっとやりましょう。こちらもそうですね。こんな感じね。ぐらいになります。お楽しみに。はい、増加に加えてですね、これは本物の猫草です。猫草も買ってまいりましたよ。ジャン君、ジャン君おいで。ジャン君おいで。はい、来ました。あいちゃん、こっちこっち。はい、で。裏から回るんですか？それはちょっと狭くない？これどかして。はい、はい、どうぞ。はい、見つけた。よく分かったね。それは偽物ね。ポンちゃん、ポンちゃんおいで。ポンちゃん、ポンちゃんが来た。なんだろうね。君たちはおいでで来るね。ちゃんとね。はい、どうぞ食べください。ちょっと伸びてから。